おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回はですね、ちょっと幸福学的なことをやろうと思ってて、はい。100分で名著って NHK の E テレで見てないよね。見てないです。はい。荘子って知ってる？荘子、知らないです。知らない。老荘思想って知らない？知らない、知らないね。なんか聞いたことが。まあ荘子、中国の、諸子百家ってわかる？はい。戦国わかるよね。春秋戦国時代っていうのは2300年ぐらい前にあって、はい、その時諸子百家って思想家が現れてきて、はい、その中の一人なんだけど、はい、まあこれもう2300年読み継がれてる世界中で、はい、特に日本は不安が多い、はい、荘子、荘子はなんていう、荘子とね、ちょっと対立、やっぱ対抗軸、ナポレオンヒル。ナポレオンヒルが言ってるのは、一番言ってるのは何？思考は、まあ、もう目標持ちなさいよ、はい、で、これ持てばこうコツコツやっていけば、はい、で計画立てて、まあ、実行すれば実現します、はい、この目標実現しますよって、はい、これが人間の幸福じゃないのって話なんだよね、はい、で、荘子が言ってるのね、こう要は、はい、こう来たものを、仕方なしって言うんじゃないよね。とにかく来たものを、はい、に応えてけと。はい。これが幸せだぞ、人間の。はい。で、来たものに、来たもの、自然でも何でも仕事でも何でも適応してっちゃえと。はい。それが人間の幸せだっつうんだよね、はい、でこんなね、目標とか計画だ、そんなものは、はい、いらないと、はい、とにかく来たものに対応してけと、はい、で日本語の、いや日本語もね、幸せって語源、その前はね、これらしいんだよね。天が与えたものに合わせて、それが幸せで、これは人がこう与えてくれた仕事に合わせてって、はい、これが幸せ、はい、これは幸せの語源らしいんだよね、これ、はい、まあ、東洋的な考え方なんだけど、どっちがどうだと思う？なんかその荘子の方が受け身っていうんですか、うん、そうそう、でナポレオンヒルの方がその、うん、能動的というか、うん、なので僕はどちらかったらなんかナポレオンヒルの方が説得力があるのかなという気はします。現代って これだよね。西洋的で、こっち東洋的で、そうですね、はい、うん、で僕もね、経験的には目標がない時ってね、大学生ぐらいの時、はい、結構なんか結構いろいろ恵まれてたんだけど、はい、自由もあったし、時間もあったし、友達もたくさんいたりとか、うん、結構自由だったんだけど、目標がないとなんかダメだったね、はい、なんかね、心満たされなかった、うん、っていうのもあるし、これもわかるね、でもね、これもわかる、うん、でもさ、なんかこう、なんか環境が変わった時に、はい、それに環境にパッと合わせられないと、合わせられな、はい、なんか意固地になって合わせなかった部分で叩かれるんだよ、はい、人であったり環境であったり他のものかもしれない、はい、とにかく叩かれるんだよ、はい、それって本当の自由ですかって言った時違うんだよ、うん、でまあどちらかって言うとね、僕はこれアライメントをした方がいい、中道であるべきだな、はい、うん、はい、でこっちも極端だけどね、こっちも結構極端で、はい、うん、うん、ね、やっぱこのアライメントね、2つの方のバランスを取りながらいくのが結論的にはいいと思いますね、はいはいはい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。